の小泉ひろあきさん、どうぞ。京都大学の小泉です。事故からすでに2年半経ってしまいましたが、毎週金曜日にこうやって皆さんがずっとデモをして集まりを続けてきてくださったということに対して本当にありがたいことだと思います。ありがとうございました。私は今日初めてあのドラム隊の一員としてこの場にいました。前から来たいと思っていましたけれども、私の主戦場は原子力という場だと思ってきまして、その場で私なりに戦ってきたつもりです。かつて日本で公害問題があった頃に、公害企業を摘発してきちっと責任を取らせるとやった方に方がいました。田尻宗明さんという方で公害 G メンと呼ばれていましたけれども、その方が何か自分でやろうと思ったら燃えて燃えてやり遂げるという気持ちがなければ何も成り立たないんだと。運動というのは数ではない、一人です、二人です、三人ですという言葉を残して各地の住民を激励して歩きました。そうやって支えられて一人、二人、三人と自分の心の中で燃える思いを積み重ねて戦い続けてきた方々がずっと残ってくださいました。私もその中に入りたいと思いましたし、原子力の場で一人でもいい、必ず戦い続けようと思ってここまで来ました。でも今日この場に集まってくださっている皆さんはそれぞれにその思いを抱えて、一人でも今日また行こうと言って多分集まってきてくださったんだと思います。そういう方々がこんなにたくさんいてくださるということを私は本当に嬉しく思いますし、皆さんがいてくださるということを力に私もこれから原発を廃絶させるまで戦いたいと思います。今日はありがとうございました。
2年半にわたって毎週金曜日にここに集まってくださるということに、先ほども聞いてくださった方に申し上げましたけど、本当にありがたいことだと思っています。今政権の方は福島の事故がなかったことにしようという、そういう作戦に出てきています。そんなことを許しては決していけないわけで、それに対抗するのは私たちが決して忘れないということをやる以外にないと思います。ここは学習エリアということだそうですけれども、子どもたちという未来を背負わさなければいけない生き物たちもいるわけですし、そういう子どもたちとやはり一緒になって未来を作っていくしかないと思いますので、これからも皆さんのお力を借りながら何としても原発をやめさせたいと思います。ぜひよろしくお願いします。震災以降原発事故が起きてからラジオを食い入るように聞きながら、小出先生の話を食い入るように聞きながら、この後私たちはどういう風にこの世を日本を生きていけばいいのかと考えたものです。本当にそんな時に小出先生の一つ一つの言葉がとっても大きくて、何度励まされたか分かりません。本当にありがとうございます。小出先生がおっしゃってる、声を上げ続けていました。ありがとうございます。
おつこ大歓迎です。ありがとうございました。ドラム隊ユースです。素晴らしい、ね、久々にギルコモンズさんやね、はい、国連宮蔵さんのお顔も見えます。嬉しいです。ありがとうございます。